何回踏んでお湯が出まいりました。こんにちは。こんにちは。佐藤誠一チャンネルです。本日はたくさん皆さん来ていただきましたいつもと違いますね。そうなんです。木内さんと山崎さんと斉藤さんと安藤さんにお越しいただいています。です。あの撮影隊は変わらないんですよね。はい、はい、私鈴木とはい、私秋元です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そうなんです。ちょっと今日は趣向を変えてちょっと座談会風にしてみました。皆さんにですね、 M&京子のアイテムの魅力だったりとか、あのニットの良さだったりっていうのをちょっといろいろ質問形式で ね、お伺いできたらと思ってお集まりいただきました。よろしくお願いします。では早速いきましょうか。なんかね、 M&京子の印象っていうんですか、ちょっと他のブランドとは違うなという印象を持たれたりしたらいきなり最初は職員ぐらいかもしれないですけど突然行くどうでしょう。柄がやっぱり、ね、うん、柄と色がすごく綺麗で、うん、他のブランドにはない。確かに、うん、色合わせが組み合わせ、そうですね、目立ちますよね、うん、確かに目立つかも、うん、また色の組み合わせがすごいこう、うん、絶妙って、うんうん、そこは魅力的だなと思います。ね、近目で見るとこんな色とこんな色が組み合わせたんだね、うん、それこそ裏にあるあのジャガードのやつなんだよね。やっぱうちを代表する、ね、象徴するものですよね。うんうん、かわいい、はい、毎シーズンカラフルな夢が登場しておりますが、ね、お色合わせが本当に確かにもう他社さんにはもうここは自信を持っていますね。他ではないんじゃないかっていうような配色でものづくりをしているというような良さがありますかね。なんか外人さんとかも目に留めてくれますね、うん、ああ、うん、そうですね、第一印象がね、すごく印象的なニットがたくさんあるというところでしょうか。広い、うんうんうん、確かに柄も今日ね、皆さんにそれぞれご自身のお洋服とか新作とか着ていただいてますけども、ちょっと一緒にこんな感じですよ。バリエーション豊かコーディネートしたものとか、そのカタログに載せるものをこう皆さんにお伝えしてるんです。普段店頭とかだったりとかで着てるようなこう、ね、服をちょっとこうね、今日はこんな感じで、そうですよね、苦笑いがそうだ、確かに1個の画面でだいたい1個のコーディネートなんですけど、今日は本当にバリエーションが豊かで、ニットもありオリジナルの布箔もありで、ちょっと画面も今日はより一層華やかな感じで、華やかですね、ね、いいですね。そんな感じで大丈夫ですか。そうですね、しゃくりしゃくり、しゃくりしゃくりなんです。初めてのその座談会システムの取り方なので、ちょっと緊張しますよね。大丈夫です。好きなアイテム、好きなアイテム、なんか僕皆さんもそうだと思うんですよ。チラチラ見ちゃう、山崎さんだったので、みんな正解に苦しんだと思いますよ。ね、何年か前から私は並んでシーズンに2個以上は買ってます、うん、ちょっとこれ今アップにしてるからちょっと頭下げてもらって、これですよね、この店長のターバン、ターバン、山崎店長と言ったら、うん、なんかそうですね、展示会のたびに思うんですけども、山崎店長のために作られてるんじゃないかと思うぐらいそれこそあの社長もちょっと冗談で山崎店長のために作ったよなんてそのおっしゃられるじゃないですかおきんちさんが着てるやつも、ね、さんのもね、ね、ね、頭が出てきるネックを首にしてターバン、お首スリムだからちょっと確かにね、ちょっと厚みが深いお洋服の時に
ちょっとこうストールもいいですけども、うん、何か別のね、うん、なんかうちらしいアイテムっていう感じになるかもですね。ね、何通りも使えて、柄、ね、も、うん、柄物のうちの佐藤製ならではオリジナルの柄ですもんね。作っていただいてるから、うん、コーディネートも楽しくて、そうですよね。ネックレス代わりすごくいいですね。それこそ夏ね、金属は苦手で、あ、そう、私アレルギーなんでね、金属つけられないんで、そっか、いいですね、首回り。私、日よけにもね。そうですよね、確かに首回り押せちゃうもんね、日よけ止め。あとストールだとこう、つるりって取れちゃったりするんですけど、ね、これぐらいにするともう落ちないし、落ちないで、風でも飛ばないし、あ、いいですね、いいとこがいっぱい出てくる、あのスタッフ全員つけてる人がいるなんか浸透してきたからね。あ、でもそうかもです、本当魅力がね、いっぱいあるから。確かに今日のね、ニットも合わせもそうですけど、必ずニットと生地とのね、合わせになるんですよね。でそれぞれがお洋服とお揃いのものがあって、で木内さんのそちらもお洋服と、ね、ちょっと柄が、少し近づいてもらってる、ちょっと一緒なんですよね。斉藤さんの今着ていただいてるプルオーバーと同じ柄を使ってるので、多分斉藤さんが首に巻いても何ら違和感のないです、ね、ターバンとしてもね、おしゃれですよね。プラスはアイテムね、確かに、なんかおしゃれがちょっとワンランクアップするような、トータルコーディネートが。好きなアイテムあります？好きなワンピースが好きです。なんか可愛らしいこう刺繍が入ったものとか、あとちょっとニットと下がまた違う、うん、あ、はい、不白との組み合わせお願いします。想像がつく、今好きなので、はい、刺繍なんかもそこの山崎さんの後ろに、そうですね、あ、ね、ね、それこそそういうニットと不白でね、ワンピースで、ちょっとこう大人の可愛らしさのある感じで、でまた生地がちょっとこうお袖と違ってたりするのがまた可愛い感じで、可愛いですよね、刺繍も綺麗ですね、他にない感じで、そうなんですよね、こういうニットと生地を組み合わせる技術って実はどこでもできるようなものではなくて、やっぱり自社工場を構えてオリジナルのものを作れる佐藤繊維だからこそできるんですよね。で今日安藤さんが着てらっしゃるのもそうですよね。そうですね、ニットとニット、ね、ニットの組み合わせ、この色の組み合わせすごい本当絶妙、なかなかこの組み合わせないですよね。ないですよ、なんか日本では珍しい色合わせっていうか、うんうんうん、そうですね、社長がね、目線がいろいろ散りばめられてできますよね。柄もね、なかなかこういう、そうですね、ないですよね。でこう今安藤さんのこのお袖の部分ちょっと今アップさせていただいてるんですけども、うん、この派手な柄、この色使いって、うん、やっぱあのなんですか、最初皆さんどう思いました？ごめんなさい、なんか話変わっちゃった。いやいや全然、最初はえあ、こう来たか。でも着ると全然そんなにこう違和感っていうか、うん、さ見るとえって思うんですよ。派手かなってちょっと一瞬思いますけど、着てしまうとえ馴染むみたいな感じですね。すごい似合ってる。みんな最初なんかそうですよ。そうですね。これなんで商店だろうってわからない。これとこれみたいな、うんうんうん、意外な組み合わせが。全然足ると慣れてくる。慣れちゃう。いろんな色を使ってるからこそ、なんかここの色とここの色が合うよみたいな感じでね、実は合わせやすいんですよね。そうですよね、着てみるとすごく肌写りが良かったりとか、あと意外な組み合わせ、柄オン柄でもすごくしっくりきたりとか、ね、結構なんかまだまだおしゃれの幅は広げられるんだなっていうのはね、すごく勉強になります。マッチでいいですね、盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりました。まあちょっとね、んこんなような感じをね、まあ、またそうですね、今後もちょっとこういうタイミングを作っては皆さんのね、それこそ本当にこれ私物で買いましたっていうコーディネートだったりとかもね、見せてもらえたら、どんな風にして、ね、これをこうデニムで合わせましたとか、そういうのもね、逆にね、あと、まあ、もしね、あの YouTube とかのコメント欄になんか
こういうのを知りたいですとかって書いてもらえたら、そうですね、質問もぜひ受け付けてもらって、はい、なんかちょっと YouTuber っぽいことになりますけど今後やっていきたいと思います。はい、またあの皆さんご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ本日も締めましょうか。こちらの動画良かったと思ってくださった方、ぜひグッドボタン、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もお待ちしております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。